年3月7日は、戦国時代から江戸時代にかけての武将。佐竹氏の家臣、日立国新壁上主本生は平氏。官職は秋守る。真壁久美希の子。弟に義美記がいる。安屋県天文19年、日立国の国人領主。真壁久美希の子として誕生。永6年間に真壁氏当主となる。通説では、 北条氏政の返旗を得たとしているが、当時氏政が要していた、足利義氏の返旗を得た可能性も指摘されている。佐竹義重に早くから使え、妹婿の梶原正影と共に、対北条氏戦線の最前線に立つ。長さ2メートルもの吉へ、貸し希望を振り回して、戦場を駆け抜け、その日出た武勇から、鬼まかべと、あだなされ、恐れられたという。 佐竹氏の主要な合戦のほとんどに参加し、新壁、筑波両軍に4500国を与えられた。天正13年と同16年に江戸重道と大城清光の間で戦いが発生すると、清光は遠跡である、清光の救援に駆けつけ、特に後者では佐竹義重夫市が江戸重道に救援するために出陣すると、清光は、 義重とも戦った。この戦いでしみきは、敗れたものの、この間にも、佐竹義しと、密かに連絡を取り合って、和平の仲介にあたり、真壁氏の党首として、佐竹氏に従いつつも、真壁氏の利害に関わる問題に対しては、佐竹氏に対しても退治を辞さない姿勢を見せている。天正十八年の豊臣秀吉による小田原攻めには、 佐竹義信に従って出陣して5月27日には、秀吉にも破滅している。その結果、真壁氏は完全に佐竹氏の家臣に組み込まれたものの、江戸氏や大城氏、ぬかたの小野崎氏、南方三十三官のように佐竹氏に滅ぼされることはなかった。その後、文禄の役では、義美器と共に佐竹軍の一員として、朝鮮に渡っている。 獅子がなかったため弟の義みきの子で、老いの真壁べぼうを養子に取り、慶長三年に家督を譲った。また、関ヶ原の戦い後は、佐竹市の秋大砲には同行せず、日立国に泊まった。現在八年三月七日に死去。下立の常林寺に葬られる。ありがとうございます。